JR 東日本ホテルズホテルフォルクローロ、ホテルフォルクローロ花巻東和外館ホテルフォルクローロ、花巻東和は、株式会社森岡ターミナルビルが、東日本旅客鉄道森岡支社から、運営受託し営業する、岩手県花巻市東和町安表にある、再園併設型オーベルジュである。1998年3月28日に、5店舗目の、 フォルクローロチェーンのホテルとしてオープンした。当時、我が軍東和町では、ふるさと創生事業による各自治体への1億円交付を受け、温泉を掘り当て、北上の冷凍東和温泉を開業。それに合わせ、本来 JR 駅への隣接が基本である、フォルクローロを温泉の隣に建設し、渡り、廊下で温泉とホテルを接続した。開業から数年間は、 宿泊客であっても、温泉料金は別料金であったが、現在は、東亜温泉との提携により、宿泊客は無料で入浴できる。2009年9月23日まで、ベッドブレックファストスタイルで、夕食は館内においては提供せずに営業していたが、JR 東日本の地域再発見プロジェクトの第一弾として、11月10日に、 再演併設型オーベルジュとして新たに館内にレストランをオープンさせた。レストランのメニューの監修はミシュランガイドで3年連続で3つ星を獲得している日本料理館だの神田博之が手掛けている。リニューアルに伴いレストランの他に館内にカフェバーもオープンさせた。ここ数年、花巻市内や隣の北上市に新たに ビジネスホテル等が参入してきたため、それらとの差別化のなどの観点から、大幅なリニューアル工事を行うこととなった。他のフォルクローロと違い、駅から13分とやや離れているため鉄道利用者の割合は多くない。価格的には、ビジネスホテルよりは若干高めではあるが、比較的ビジネス客の利用も多い。 ツインルーム間を仕切っている扉を開け、2部屋をつなぐコネクティングルームが、ツインルーム全29部屋のうち、計16部屋ある。また、バリアフリールームが1部屋用意されている。主に、岩手県内や関東地方からの利用客が多く、西日本の利用客は少ない。朝食には、軽食バイキング形式を採用し地元の食材を使用した郷土料理などもある。 町内には日本ボート協会から想定競技国内 B 級コースの認定を受けているタセコがあり2008年7月に北京オリンピックのギリシャ代表チームと日本代表チームが北京入り直前の合宿をタセコで行うために宿泊した2010年5月7日に新たな2頭のスタッフが加わった2頭は小型のヤギ、バヤギで来館した 利用客を癒している。二頭の名前は、ホームページなどからの公募によって決められ、オスが、宮沢賢治の名前から一時取った、県。メスが東和から一時取った、和となった。東日本大震災の2日後の2011年3月13日、和が二頭の小ヤギを出産。ホテル名称変更について、ありがとうございます。